奥山線は、かつて、静岡県西部、浜松市の縁鉄浜松駅から三方現代地を北上して、日本国有鉄道二股線、金指駅を経由し、稲佐町の奥山駅との間を結んでいた、遠州鉄道の鉄道路線。期間リメートルの軽便鉄道。元は、浜松鉄道という、遠州鉄道とは別の私鉄だったが、戦後に合併し、 演州鉄道の奥山線となった。また1950年に途中のヒクマまで電化され、ヒクマ以北からの機動車と並結運転したりもしていた。戦後のモータリゼーション到来により業績を落とし、1963年の区間廃止を経て、翌1964年に全線廃止された。浜松側の起点を炎鉄浜松に変更時浜松北方にあたる。 金沢市は高速交通が通っておらず、また、稲佐郡の奥山には、半層坊大権原で知られた、方向寺があったため、鉄道建設が待たれていた。加えて、沿線の三方原は、茶屋桑の産地でもあり、貨物需要も見込まれた。このため、上機動力での浜松京弁鉄道が設立され、大正に入った1914年に、まず、 浜松市外北西部の元城から金差しまでが開通。翌年には当初の起点となった板山地に乗り入れた。同年に金差しから木賀まで延長している。ここまでは建設も順調だったが、木賀から奥山までは用地買収のトラブルや浜松鉄道に浜松軽弁鉄道から解消自体の経営難から難航し、1923年にようやく奥山まで全通した。 浜松鉄道車門、大正末期から昭和初期にかけて沿線に陸軍浜松飛行隊第7連隊等が設置され旅客、貨物とも軍事輸送が加わり需要が伸びた。太平洋戦争直前の1941年には浜松側の起点を板山地から東田町へと改めている。同じ頃、勢力を伸ばし始めたバスへの対抗策として 1929年にはガソリンカーを導入している。ところで、国鉄二股再線は1938年に金沢市乗り入れを果たし、浜松鉄道と交差することとなった。このようなケースでは、後から開業した線が立教等を築いて、昔からの線をまたぐのが通例だが、二股線の場合は、国鉄東海道本線の非常地迂回線とされていた。 ことからか、先に開通した浜松鉄道の方が立橋を建設し、地平を通る二股線をまたぐ構造となった。この立橋の遺構は今なお残る。国鉄二股線を越えていた、立橋跡浜松鉄道は、戦後の1947年、三方現代地の下を走り、起点も近い遠州鉄道と合併し、奥山線を名乗るようになった。その3年後には、 合理化の一環として、ヒクマまでを600ボルトで電化、ヒクマノ北の列車との並結運転も行われるようになった。1951年には、非電化区間での蒸気機関車を全廃、機動車に切り替えた。また1958年、起点を、炎鉄二股電車線の炎鉄浜松駅に統合している。しかし、浜松という地方中核都市の鉄道ではあるものの、 沿線人口が当時それほど多くなく、また、演習鉄道になってからも軽便鉄道のままで、貨物輸送も低調で、開業当時から続いていた赤字体質は変わらなかった。1950年代までは直通運転や高速化、運転本数増などで乗り切ってきた奥山線だが、それでもモータリゼーションの前では苦戦を強いられ、1963年の 木賀口以北の廃止を経て、翌1964年10月31日、限りで姿を消すこととなった。他にも、客車をそのまま不随者化した車両などがあった。唯一現存する車両である、こ谷鉄道2乗とされた、木波1803が、小松市立ポッポ汽車展示館で、胴体保存されている。接続路線の事業者名。 駅の所在地は奥山線廃市時点のもの。2005年現在、運行当時の自治体名とは必ずしも一致しない。クリエイト、浜松北川の奥山線線路直跡、遊歩道として整備されている。ありがとうございます。